ケメーなおきジャンファイト、ヒーローとジョージャンボゲス、ジャンボジャンボジャンボゲあと数日でこの卵から膨大なエネルギーを持つ怪鳥エレキバードが帰る。そのエレキバードのエネルギーを利用してこの怪獣ランドにある怪獣の模型を改造して全てロボット怪獣にして東京を総攻撃してやる。地球人め、今に腰を抜かすぞ。オースオース、我々の使命は怪獣悪魔の怪獣の頭をポカンと殴ってくることに。オースオース、目的地をよく確認せよ。よし、じゃじゃじゃ、口で何か動いたぞ。何？本当か？なんだこりゃ。うん。何にも見えねえぞ。あんまり笑うと幽霊怪獣が出るぞ。実行のみ。よし。よし、次行け。あー、めーめーめー、よし、次行け。あーめー、最高だ。バレーだ、日本一強い男になったんだ。世界一かもな。そうだ、何しろ怪獣を殴ったんだからな。うん、大丈夫だ。よし、怪獣。恐怖の怪鳥エレキバード。何、二子玉川に怪獣の幽霊が出た。本当だよ、さっきパッドが調査してくれたよ。何、パッドが。ねえ、僕たちも行こうよ。よし、子供はダメだ。いいじゃないか。ダメだ。ノクさんの下人坊ベーだ。ここです。あの怪獣が昨夜確かに子供たちを襲ったんです。なるほど、怪獣墓地に幽霊怪獣か。するとこの怪獣成仏できなかったのかしら。あなたは幽霊怪獣を見た時の様子を詳しく聞きたいんですか。ああ、昨日の夜中でした。寝ようとした時、どこからか金属を擦り合わせるような気味の悪い音がするんですよ。で、何だろうと思って園内をあちこち見て回ったんです。すると
違いなくグロス星人だ。隊長、この怪獣ランドにはグロス星人の秘密基地があるんじゃないでしょうか。それで夜中に金属音が。お前、コアド探知機を用意しろ。ペイ、行こう。はい。隊長、呼びも手伝わせてください。ダメだ。どうしてです。危険だからだ。チェ、せっかく手伝ってますって。全く譲る気は隊長だ。ナオキさん、隊長のことそんな風に言うもんじゃないわ。だってそうじゃないか。隊長はね、ナオキさんのことが心配だから入ってるのよ。グロス星人だって言うと、あなたが目の色変わるから。チキショウ、俺一人でグロス星人の企みを暴いてやる。間もなくエレキバードが生まれる。双子玉川園の怪獣どもにエレキバードのエネルギーを注ぎ込み、巨大化すれば、ジャンボーグエースやジャンボーグナインなど物の数ではないわ。うわ、いいか、分散して探すんだ。はい。探知機のスイッチオン。よし。はい、行くぞ。来い。はい、こっちだ。ハットが探っているぞ。エレキバードが卵から帰るまで絶対ここを発見されてはならん。はい、行け。こうなる。徹底的に探せ。それから事務所に連絡して全員退避させろ。OK。 おば、行け。はい。皆さん、緊急事態が発生しました。早く退避してください。皆さん、早く退避してください。急いでください。皆さん、どうもです。さあ、早く退避してください。グロス星人が出没している模様ですので、危険ですから係員の誘導に従い避難してください。ただいまパッド隊員の手によって捜査が続けられておりますので、お子様をお連れのお父さんお母さん合わせずにお子様の手をしっかり握り、正面入り口の方へおいでくださいませ。繰り返して申し上げます。繰り返して申し上げます。ただいま怪獣発見に潜望鏡だ。するとこの地下に、はっ、広瀬人かねえよ。
地はあの怪獣墓場の地下にあるんだ。よし、あの若造に地下工場を発見されたぞ。殺せ！幽霊怪獣の正体はこいつか。分かったぞ、サタンゴーネのやつ。この怪獣を作り変えるつもりだったんだ。よーし、地下基地の中心ポイントを探り、モグラを撃ち込むんだ。了解。モグラ。俺の発明したモグラ式ドリル爆弾さ。隊長、怪獣ランドの地下から強力な電磁波が。よし、そこは中心ポイントだ。熊井、攻撃しろ。
モグラ式ドリル爆弾発射！発射！バッテリーはあちらここをやりおるぞ！行け、エレキバード！怪獣どもにエネルギーを与え、巨大化させて、バッドな奴らにお前の恐ろしさを思い知らせてやれ！ジャンボウナイが、いつも出てってやるぜ！飛ぶのか。よし、ジャンボウゲースだ。子供たちを助けるんだ。はい。バットが子供たちを助けるまでだ。次。俺がサタンゴーネを攻撃する間に、お前たちは子供を助けるんだ。はい！見ろ！子供たちを見ろ！
今だ、行くぞ。だには、また頑張ってもらわなきゃ。頼むぞ、のんびりごん、また宇宙から帰ってきてくれよ。じゃあ行こうか。ジャンボーグ。さて、来週は4つのサイボーグが時限爆弾を仕掛け、大都会の人混みの中に消えた。東京大爆発は迫る。パッド隊に新兵器、ハンター級、マモス1世、2世が登場。ジャンボーグエースと怪獣ケンタウルスの死闘にご期待ください。